オッケー、スタートした？しました。オッケー、サンキュー。じゃあ夏美さんお願いします。はい、え、あ、やっとく。3、2、いや、もうこれやったら来週からこれしないといけない。FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏美の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏美のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏美さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日収録日が9月4日、うん、ようやく9月に突入。まだまだ暑いですけどね、うん、ただなんか今日ね、病院のなんていうのかな、お互い外来で、はい、通院したんですけど、そのなんていうのかな、お薬を待つ間に、うん、ちょっと近くのセカンドストリートに、うんうんうん、行って見てきたんですけど、うん、まだ外は暑いけどね、うん、置いてある洋服がやっぱり秋冬物に ね、ちょっと変わってて ね、うん、もう秋冬なんだなっていうのを、なんかそういう洋服屋さんで感じるというかね、うん、でもさ、うん、あれさ、うん、クーラーをさ、ビンビンにしてあったらさ、うん、ついつい秋冬物も手に取っちゃうっていうね、罠があるんだよ。そうなの？俺それよくわからんやつだ。なんか店内が寒いから寒いと長袖をついとっちゃう、切れそうみたいな。外出たらデージ暑いだろ。そうそうそう、今日もでもセーター手に取ってたな。取ってた、あ、やられた、考えられんやつだ。でもね、なんか俺たまたまジーンズ探してて、うん、好きなブランドのね、アメリカンイーグルっていうブランドがあるんだけど、うん、それのジーンズが500円で売ってたから、うん、安いね、ラッキーと思って。ラッキーだね、うん、やっぱ買っちゃうよね、あんぐらい安かったらね、買っちゃうよね。はい、まあ、何の話してるんだって感じなんですけども、はい、本日ね、うん、先週に引き続きゲストの方をお迎えしてて、そうそうそう、はい、YouTube をご覧の方は動画でね、はい、見れると思う。見ると思うんですけど、今そっちに向いてるから、はい、カメラ。先週、先々週、来ていただいたルイキ君と、うん、ナシュルさん、ナシュルさんともう一人、うん、プラスワンで、ゲスト来ていただいておりますので、はい、後ほど自己紹介だけちょっとしていただこうかと思いますので、はい、はい、今日はちょっと緊張しているみたいですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、みんな聞いたらいい、女の子だよ、女の子、うん、基本出てくるのは男の子だけど、そうね、はい、では、短い時間ですが最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではさてさてさて、はい、早速ですけれども、本日来ていただいているゲストのお三方、はい、はい、お一人ずつ、うん、はい、自己紹介の方よろしくお願いいたします。こんにちは。はい、こんにちは。見てる人たちはみんな、聞いてる人たちはこんばんはになる。あ、そうなんですか、うん、収録時間もこんばんはの時間帯。どっちもじゃ意味ねえじゃん。とりあえずこんにちは。あ、はい、こんにちは。あ、ルイキって言います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。隣こんばんは。はい、こんばんは。マッシーです。
また変わった。変わったの。嘘でしょ。マシー、マシー。先週までラシューだったよ。マシー北村です。よろしくお願いします。マシー。じゃあ本当にいそうだからやめて。実際いるかもしれない。はい、じゃあ今日はマシー北村、マシー北村さん。はい、最後。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ルイです。まあ、ルイさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。3人はちなみに、うん、どういうご関係で、あ、なんかバンドしようぜっていうバンド仲間なんですけど、うんうんうん、バンド名決まってないんですよ。あ、そうなの。どういう音楽やろうかなっていうのも特には、あ、なんかロック系ですかね。あ、めっちゃ叫んだりする感じのやろうかな、ロック系。ロック系ね。もうルイさんがね、着てる洋服がもうロックって感じなんだけど、めっちゃねロックのガチガチのすごくいいバンドができそうじゃない？そうだね。ちなみに楽器はもう決まってるんですか？そうですね。自分がギターとボーカルで、うん、なんだっけ、マシ忘れてるやん、仲間の名前。まあ、マシ北村さんがドラムで、でまあなんかルイさんがベース。え、ギターでしょ？あ、どっちだっけ？あ、うちも、もう早速。あ、そうか、一応ギターで、あ、そうなんだ。ギターでちょっと今ベースがいないんで、そう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 、で、ベース兼任してもらう。ベース募集中なんですよ。ベース募集中。あ、じゃあこれ聞いてる方で、あの、我こそはというメンヘラベーサー、ベーシストがいたら、ぜひな。メンヘラベーサーの互換よくないですか？メンヘラベーサー。ベーサーにする。メンヘラベーサー。ベーシストって言いたかったんだけどさ、出てこなかったんだけど。まあ、ぜひね、この3人のね、バンドに、私がぜひ参加したいよっていう方は、うん、メールメッセージいただければね、面接します。僕ら宛てに、僕らが一旦面接して、お願いします。そっちが面接する。こっちで面接させてもらって、面接させてもらって紹介いたします。あ、なるほど、ありがとうございます。僕らのメガネにかかったものじゃないとちょっと紹介できない、うん、あ、なるほど。ちょっと僕らお金ないんで、あの時給給料1本ぐらいしか。そもそもバンドって時給制なの？あ、そうか、違います。ああ、そうです。みんなそれぞれ、あ、そこそこ、給料1本、給料。はい、ちなみにリーダーとかは決まってんですか？あ、もうこの人が発起人なんで、一応バンドマスターっていう。マーシーが。マーシーが。マーシー。マーシーじゃなかった。マーシーか。どっちでもいい。みんな忘れてるよ。マーシーでいいですよ。マーシー。あ、これ今後のじゃあ活動に期待という感じですかね。あ、そうですね。よろしくお願いします。はい、じゃあね、3人の紹介をしたところで、今日のねトークテーマ一応募集してましたんで、うん、トークテーマの方に入っていきたいと思います。はい。はい、本日のトークテーマが、はい、おすすめの YouTube チャンネル、うん、はい、ということで、おすすめの YouTube チャンネル、今ね、やっぱりなんていうのかな、手元にね、スマホをみんな持つようになってから、うん、なんていうの、わざわざお家に帰ってパソコンを開かなくても、もうサクサクっとね、もうサクサクっとね、どこでも気軽に YouTube 動画が見れるし、なんなら寝る前にね、みんな結構見ると思うの、動画とかね、うん、だからそういうので、まあもちろん俺も見るんだけど、うん、なんかどういう動画を見て、なんていうのかな、寝る前のなんかルーティーンの一つにしてるのか、そういう、うん、夜でも昼でも、うん、朝一で見る動画でも、そうそう、好きなね、なんかお気に入り登録してるっていうチャンネルとかがあれば、うん、ちょっと紹介してもらって、ね、僕らもなんか暇な時の参考にできればなと思って募集したんですけれども、おすすめを共有しようっていう、はい、今週です。それでいくつか、メッセージいただいてますので、うん、ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、メンヘラネームキムタクさんより、あ、キムタクさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。よく見る YouTube はサッカー動画、うんうんうん、すぐ眠くなるので寝る前に見てます。子守歌代わりです、うん、とのことです。あ、サッカー動画ね、見る？全然見ないよね。サッカー興味ないの？テレビのやつも見ないんだけど。サッカー動画とか、サッカー、スポーツの動画ね。なんかワールドカップで盛り上がってる時期あったじゃないですか、うんうん、去年ぐらい、うん、その時はもうなんか、あの飲み屋とか行って、うんうん、みんなでスポーツバーみたいな、そうね、行きましたよね。あ、本当、この人すごくて、うん、あ、アメリカのちょっと海外の人が多いお店で、うんうん、店員さんも海外の人だったんですけど、うんうんうん、
それであのやっぱ海外ってチップ制あるから、うんうんうん、この人もあチップ出したいなっていう話があって、うん、まあ、なんかチップって大体 10% ぐらいじゃないですか。あ、そうなの、ね、はい、例えば1000円と、あ、 10% やばい、なんかガチでチップしてる人も怒られそう。ちょっと待って。え、じゃあなんかそれ、まあまあまあ、それぐらい認識、僕の認識で、それでまあ大体1000円の買い物したら、うんうん、まあ、100円払う、うんうん、何を思ったのか、うん、あの1000円の、まあ、ビールとか頼んだ後に1000円チップを出したっていう伝説のチップ男。すいません、だいぶ話ずれたんですけど、ね、2回しました。あ、そう、2回、そう、2000円チップ払ってんですよ。名前チップにしたら、あ、いいんじゃない、チップ北村、チップ北村、北村譲らんな、北村譲らんな。で、なんか、うん、僕はどっちかって言うとやっぱお祭り音とかあるときは見るんですけど、普段はあんまりサッカーとか見ないです、うん、あー、 YouTube でわざわざ、それこそ俺はたまにそのサッカー動画で言うと、うん、なんていうのかな、当時日本代表でも活躍してた中村俊輔さんの、うん、あの海外でプレーしてた時のフリーキック集みたいな、うん、えげつない、うん、そんなのあるんだ。そう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 、マンチェスターユナイテッド沈めた時の、そう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 、うん、あのセルティックにいた時ね、セルティックの、はい、そうそう、そこでプレイしてた時の動画とかがやっぱりファンがねまとめてくれてる動画があったりするんで、うん、ちょっとそういうの見るとやっぱりおーすごいなーって改めてその中村俊輔さんの偉大さを知るみたいなね、うん、そういうのもできたり、あとロベカル、昔のサッカーブラジル代表だったっけ、ロベルトカルス、はい、ディフェンダーでしたっけ、うん、あれのなんていうのかな、すっげー豪快なフリーキックとかあんのよ、うん、ドストレートで、うん、ああいうのとか見るときやっぱ気持ちいい、だからちょっと金沢さんの気持ちはわかる、うん、寝る前にはでもたまに見るかな、なんかおすすめ動画に上がってきたとき、うんうん、晩酌しながら見てみたいですよね、うん、ああいうの気持ちいいはず、面白い、お酒飲みながらね、好きな人はねいいよね、うん、そうだね、男性はねスポーツ動画見ると思うね、うんうん、じゃあ続きまして、はい、夢をつかぽんさんより、お、お、夢をつかぽんさんありがとうございます、ありがとうございます、おすすめの YouTube チャンネルは、うん、俺の YouTube チャンネル、承認欲求の塊です、はい、笑い、というのも実は YouTuber という言葉が生まれる前から、うん、YouTube には動画をアップしていまして、結婚式の余興ムービー、うん、あの多分塚ポンさんが作ったやつかな、うんうんうん、で、24万再生8万再生と、バズった動画があります。すげえ、自分のプチ自慢です。ただ10年前からチャンネル登録者数は170人止まりです。うーん、でも170人ってすごくない？すごいすごい、一般の人でね、うん、すごいと思うよ、すごい、うん、自分のホームページつかぽんデザインで検索したら、うん、YouTube も見れるよ、よろしくなりとのことです。あ、じゃあ、うん、検索だね、すぐねそうだね、つかぽんさん、それこそうちのラジオ、メンヘラジオにゲストで来ていただいた回とか、うん、それこそハピオンでやってたラジオ、うん、デジタルコルビカがやってたって言ったら失礼だな、今もやってるやってるラジオ、うん、にゲストで出られた時とかの動画とかを集めて、ね、うん、自分の、プレイリストとして見やすいようにして、ね、見やすいようにしてホームページで紹介したり、あとご本人もね、塚ぽんさんご本人も、うん、FM 読みたん、うん、の方で、うん、あなたの夢のプラスワンっていう、ラジオ番組を、うん、行政書士の、うん、松田行政事務所さんの、ね、マックニさんマックニと一緒にね、ラジオパーソナリティの方もやられてますので、うん、ぜひつかぽんデザインで検索していただいて見て、要チェックだってことで、はい、いただければ、はい、でこのね、トークテーマ、おすすめの YouTube チャンネルにたまたましてたら、はい、うん、ちょうどね、この今ブースの中にいる人の中で、うん、まさしく YouTuber になった人がいてですねそれで、急遽声かけて、今日動画アップされた感じなんだよね、なんか今日、うん、昨日ぐらいかな、で、4本ぐらい今動画が上がってるんで、あ、4本上がってるんですか、うん、紹介しようかなと、あ、そう、あ、1本 ?4 本だね、4本でしょ、見たね、見たね、そうそうそう、見たぞ、朝一で見た、朝一で見たそれで、紹介したいと思って読んだんですけど、今日は招集かけました、はい、誰でしょうか、私です、はい、ルイキ君ね、うん、皆さん、ルイキ君、YouTuber デビューしてますので、ぜひ、見ていただければと思います、うん、
あれね、俺も見たんだけどね、最初ね、やっぱり知り合いが出てるっていうのが一つと、うん、身近なね友達が出てるっていうのが一つと、うん、あと弾き語りするじゃん、まさしく弾いて語るさ、歌うんじゃない、歌うという、うん、弾き語るさ、弾き語る、あれがさちょっとなんか、あ恥ずかしいって最初思ったんだけど、ね、本数4本今現状上がってるのね、うん、その1本1本1本って見ていく中で、うん、3本目ぐらいに出てた、ちょっとだけ出てた、ちょっとだけ映ってた、あ、ま、ちょ、顔顔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 ネットの人たち怖いんですよ。本当怖いですよ。顔出したけど。あれ、俺たちだったから、うん、あれもしかしたら主演さんじゃないみたいな話で。ね、うん。はい。だから、そういうのがあってね、うん、なんか回を重ねるごとになんか、スルメ動画じゃないけどさ、味がしてくる。噛めば噛むほどみたいな、面白いみたいなのがあって。笑ったよね、3本目は。今日、そうだね。面白かった。私今日1回、2回、3回、あ、2回見た今日。2回見た、2週見た、4本の動画を2週見た、俺もチャンネル登録して、マジっすか、あとでまたじっくり見ようと、 4本目俺まだ見てないからさ、3本今日ちょっと忙しくて3本目までしか見てなかったんだけど、一言いいっすか、はい、うん、撮った内容ほとんど覚えてないですよちなみにバンドメンバーになろうかっていう3人でご紹介したんですか、あ、してないです、あ、じゃあ僕が改めて、あ、マジっすか、はい、うん、ラジオを聴いてる皆さんにも、うん、今いるねお二人にも紹介させていただいてます。ルイケ君の YouTube チャンネルが、始動しました、これがですね、はい、フリーのテレビディレクターをやられてます、うん、僕らもお世話になってる、うん、僕らのね第2回のラジオの動画も撮っていただいた、撮ってくれた、うん、はい、原義和さん、はい、はい、ドキュメンタリー映画のね夜明け前、夜明け前の歌を、監督されている、映画監督でもあるんですけれども、その方がバックアップについて、はい、チャンネル名が、うんうん、ルイキズボーンアゲイン、ダサとか言うまあ多分原さんの案だ、ね、そうそうですね全面的に OK したんで、この辺はもう原さん宛てに原さん宛てに、はい、次会う時あるの、次会う時ね、出すなって言ってちょっとチャンネル名変えませんかってちょっと怒られる、してもいいと思うし、怒られる、今の失言だね、ごめんね、アルファベットでね、一応多分海外向けのも視野にあるんじゃないかなと思って、そうですね、英語で作るって言ってたんで、そうそうそう、英語もねやって、アルファベットでね、ルイキズボーンアゲインってなってるんだけど、検索はね、検索したらさ、アルファベットで、あ、そうです、ね、ルイキボーン B-O-R-N かなって検索したら引っかかるし、うん、あるいはねルイキ R-U-I-K-I、うん、ルイキでも一応ヒットする、ヒットする、うん、でもやっぱいい名前だと思ってて、うん、ボーンアゲインじゃないですか、うんうん、僕薄毛最近気になっててハゲたら、うん、H 足したらボーンアゲインって言うあ、じゃあ、そうなった時はチャンネル名が変わるかもしれないです、ハゲイン、ボーハゲインね、実際にね、さっきも話したけど見ててからさ、ちょっと最初はやっぱね、ちょっと知り合いがなんか一生懸命頑張って話してるな、なんかちょっと恥ずかしさもちょっと見ててあるなって、こそばゆい感じ、こそばゆい感じ見てて、僕も送られてきたんですよ最初、こんな感じで編集しましたよ、うん、動画、一瞬見て、うん、パスデスクトップ のゴミ箱に恥ずかしすぎてもう見れなかったんですよ、わかるわかる、そうそうそう、そんな感じがね僕らも多少あったのよ、やっぱり身近にいる友達だからさ、なんか友達がねやってるから、ね、そうそうそう、くっさいセリフとくっさいギターを弾きながら、歌ってるんじゃなくて語ってる、語ってる、語ってるみたいな、10年後の自分に対する、そうそうそう、だからそれがちょっとシュールだなっていうのがあって、あ、そう、本当にシュール、それがなんかなんていうの、回を重ねるごとにじわじわくる、じわじわくる、で、ルイク君がその弾き語りをした後に一応カハラさんとのなんていうのかな、キャッチボールやり取りの中で自分の思いとかさ、いろいろ語るじゃん、でああいうのも挟まれてるから、なんかすごくなんかグッとくるものもある、う
うん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 、だから見る人が増えていけば多分応援したくなるんじゃないかなと思って、うん、今日のトークテーマがたまたまね、おすすめ YouTube チャンネルだったから、うん、あもうちょうどいいじゃんと思ったから、うんうん、なんかタイミング良かったなと思って、うんうん、それで読んだの。そうそうそう、来てくれてありがとう。いやいや、なんか、うん、ここで涙出したらいいんですけど、いろんなことが起こりすぎて出ないんですよ。いや、別に。いや、なんか、でもよかったよ。なんかもう感動しちゃって、うん、こんなことあるんだみたいな。そうそうそう。本当 YouTube 投稿して、うん、ああ、インターネットの全世界に俺の顔がさらされると思って。そうだね。事実じゃないですか。そうだね。で、まあ、でも随分前に多分メンヘラジオのゲスト会で出てるから。そうか。変わってないやん。なんならあのデジチャーコロビーカフェの方とか。でも自分のね本当になんていうのかな、パーソナルの部分がね、うん、その YouTube チャンネル、ルイキ君の新しく出た YouTube チャンネルには出てるから、うん、あのぜひ見ていただきたい。ありがとうございます。あのこれを聞いてる方はぜひね、あのさっきもちょっと説明したけど、うん、ルイキ君に名前のアルファベット、うん、RUIKI でちょっと検索していただいて、うん、ぜひちょっと見ていただければ。お二人もねまだ見てないって言うんだったら、やっぱり俺が言ったの分かるよ。最初やっぱなんか見ててこっぱずかしい、こそばゆいってなるかもしれないけど、ちょっとこれ黒歴史ならんかって一瞬思うんだけど、一瞬思うんだけど、回を重ねるごとに、ああなんか頑張れって、うん、すごく思う仕上がりには多分なっていくんだろうなってイメージできた。うんうん、3回目とか面白かったもん。3回目なんか言ってたんですか俺。海でギター弾いてた時、あのビーチで、ベンチで、ビーチのベンチでさ、なんかちょっとインフンデルみたいになってるけど、ビーチのベンチで、ビーチのベンチで、弾いてて、人がいるから恥ずかしい、人がいるのやっぱ恥ずかしいですよ外はって言って、うん、ほとんど誰もいないけどねって言って、ルイキ君の後ろからなんていうの、撮ってる景色がそうそう、マジ草むらだわけ、誰もいないですよ。なんかシュールだなと思って恥ずかしいって言ってるやつ周り誰もいないの誰もいなかったよ、誰もいなかったよ、実際に100メートルにいたら恥ずかしいみたいな、誰もいなかったよ。楽しいな、面白いな、なんか狙ってないけど面白いみたいな、面白かったよ、うん、いやなんかその路線いいっすね、うん、ちょっと楽しいっすね、楽しいな。ごめんなさい、ツイキャス来てます。あ、すいません。あ、来てますね、来てますね、はい、ロドリゲス熊牧場さん、お茶とお団子をいただきました。ありがとうございます。スケキューさん、お茶とお団子をいただきました。道化師2マットピエロさん、お茶とお団子をいただきました。キャラメルマン4号さん、お茶とお団子をいただきました。あ、ありがとうございます。全部コメントではないんだけど、まあお茶とお団子をくれたという、多分夏美が映ってるから、夏美なんか皆さん名前が伝説の勇者様みたいですね。なんか一回世界救ってそうな名前してんなと思って。アキさん、お茶とお団子をいただきました。今ちょうど人数分来たんじゃない。ありがとうございます。これで俺らしばらく食うのに困らねえぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当にあのいい YouTube になるといいね。YouTube だからぜひね、いろいろな人に、うん、ちょっとツイッターでもね、うちらのなんていうのやってる、うん、メンヘラジオのツイッター X か、うん、X の方でも、うん、ちょっとリンク載せておきますんで、うん、ぜひここでね、ちょっとチェックしていただいてもいいかなと思いますけど、いいっすね、皆さんぜひルイキ君のなんていうのかな、新しい試みというか、うん、はい、これからねバンドの活動の様子みたいな、そうですね、もしかしたらねそこで上がっていくかもしれないし、そうね、うんうん、ちょっとそういうのもね楽しみではある、ね、楽しみだね、うん、でここで提案なんですけど、はいはい、今日はちょっと曲をやめて、うん、お二人にも、うん、聞きたいな、おすすめ YouTube チャンネル、いいですね、はい、うん、お願いします。なんかおすすめの YouTube チャンネルは今なんか自分が前なんか楽しみにしてるもの、どうだろう、なんかまあ結構いろいろありすぎて、うん、どういう系を見てるじゃん、なんかジャンルで言うと動物だったりなんかお笑いなのかとか、お笑いとか、うん、なんかゲームバグの動画とか、あ、そうなんだ、なんかあとはなんか美容系の動画とか、女の子だね、なっちゃんも見るね、メイク系はね、見るけどね、はい、じゃあ
名前ラストちょっと待って、ま、マシなんだった沢村沢村さっき北村言っとったやん北村やん、はい、北村だよお願いしますあの、はい、お気に入りのなんかチャンネルとかあればあの自分先に言っておくんですけど、うん、YouTube 全然見なくてあそうなんですよあの音楽しか見ないんですよ YouTuber を全然見なくて最近だから最近の YouTuber 事情全然わかんないんですよあじゃあ、はい、その YouTube 自体も見ないのそれとも YouTube で音楽を聴いてるはいそうですねあ、はい、あなるほどねじゃあおすすめのなんか歌手とかあったりするのよく見るこの歌手の動画見ますよ、はい、みたいなおすすめの歌手ですか、うん、あじゃあカンニバルコープスっていうバンドがいるんでカンニバルコープスカンニバルコープスはいなんかちょっと激しそうな音楽しそうだな、うん、あよくわかりますねいや名前だけでよカンニバルコープスというバンドがはいおすすめです、はい、ちょっとチェックしてみる日本のアーティストいや海外ですね、はい、そうなんだはいあそうなんだなんか名前だけ聞いたらちょっとデスメタル系な感じもするんだけどなんかあります持ってますそういうのいや俺ねいろんな曲聞いてきたのよ、はい、その中で戻っ、うん結局回り回って、うん、今アニソンに落ち着いたんだよ、はい、一応いろいろ聞いてきたから、はい、なんとなくグループ名でどういう歌歌いそうだなとか、はい、あすごいですね本当にデスメタルですそんなマジでデスメタルです、はい、じゃあ今日は皆さん本当にありがとうございましたありがとうございますありがとうございますあじゃあちょっと中途半端ですけどすいません今日はこの辺ではいお疲れ様でした ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますはい今日はなんかちょっと、ね、今日ちょっとあの時間がなんか26分であってその中でちょっとお話を聞きたかったからこれ提唱してもいいですかいいよ